ということでですね、いやもうね、暑いですね。本当に暑くなってきまして、まあ僕はあの家から出ないんでそんなに暑さ感じてないんですけども、クーラーガンガンだし外で出たくないしだから、ね、色白くんですよね今日ぜひ。ということでですね、今回はあれをねやりたいと思います。思考シリーズ、ちょっと元気を出しながら、今回ね思考の酢豚、酢豚っていろいろ作り方があって、タレとかも黒酢だったりケチャップだったりするっていうのもあるんですが、今回は他でも作りやすいようにケチャップを使った甘酢あんにしていきたいと思います。僕どちらかというとタレがうまい人なので、このタレを覚えていただければなっていうふうに思います。ポイントを説明しながら、まあ、思考シリーズですからね、これができたらもう我が家の酢豚これっていうようなわけで、ね、酢豚の決定版、これをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあ材料説明いきたいと思います。まず豚肉、とんかつ用のロース肉です。酢豚でゴロッとしたお肉の方が美味しかったりするので、こういうお肉を買ってください。厚みできない、まあ、1センチぐらいのものをですね。で今回 300g 使います。お野菜ですね、ピーマンが今回ちっちゃめの4つで 120g、 人参が 100g、 玉ねぎが 120g、 ニンニクが1かけ 5g、あと卵1個、あとね調味料、ご家庭調味料、僕はなんか調味料とかをボトルからビーってやるの好きなので、今回ここに用意してないんですけども、画角にも入んないし、概要欄に全部必要な材料載ってますんで、概要欄見てください。概要欄の一番上に出てます。それではですね、今回2本立てになります思考シリーズなんですけども、ちょっとねその前に、だいたい僕って一度が1本なんですけども、今回ね2本やっちゃうんです。皆さんこれ特別ですからね。これね最初に、ご紹介する、これもね思考シリーズ、思考のハイボールっていうのを作っていきたいと思います。ジョッキを置いてください。やっぱりね豪快さですよね。何が思考かって、やっぱ豪快なハイボールがいいですから。これポイントなんですけども、この氷雑に入れてください。こう今からもう飲むぞっていう感じがねしてくるんでね、今回シーバスで思考になっていきます。お好みで大丈夫です、はい、自分の思ったものが、思ったウイスキーが思考なので。ソーダですね、はい、余ってるソーダだからあんまり炭酸残ってない。そしてここで前日の余りのレモンですね。全然思考でもなんでもねえじゃんでも僕にしてはもういつもレモン入れてないので、でも入れることによって思考になるんですよね。はい、そして自らを思考にしていきます。あー最高、皆さん。それでは思考のリュウジが思考の酢豚を作っていきます。決してシーバスリーガルのプロモーション動画ではあります。はい、まずね玉ねぎを切っていきます。玉ねぎね、こうやって剥がしてください。はい、全部ね1枚1枚剥がす。酢豚に入ってる玉ねぎってこういう形してるんですよ。でこの方がね甘酢が乗ってうまいんですね。で剥がし終わったら、でこれをね、これをねこうやって乱切りにしていく。ちょっと大きめ、一口大ぐらい、薄くて薄いのでね、全然食べれちゃうのでね。玉ねぎはこんな感じで切り終わりました。で人参こう半分に切って、こんな感じで斜めに切ってます。で厚さはね 5,6 ミリぐらいですよね。人参って結構ね火が通るのが遅いので、これぐらいの大きさに切っていきます。あ、はい、こんな感じで。ピーマンも切っていきます。ピーマンはね全部ね、このヘタ、こうやってね押し込んじゃってくださいね。ここね押し込めると、こうやって半分に切った時に、まあ、すぐ種が取れるっていうね。はい、で種ね多少残ってたもいいです。種もうまいから。でこれ、4等分ですね、1個ね。他のピーマン料理だと僕種も綿も全部使っちゃうんですけども、今回は使いません。思考シリーズの酢豚なんでね、種の食感が邪魔に感じることもあるので。最後にニンニクですね。ニンニクはねみじん切りにしていきます。炒めるんでね芽はね取ってくださいね。芽はね焦げやすいので、はい、そしたら、まあ、こんな感じで、切り込みを入れていただいて、ちょっとねこれで、まあ、粗みじんに。で、豚肉、今回ね、厚みのある、もうとんかつ用のお肉を使います。一口大ですね。僕は、まあ、こんな感じで切って、だいたいこんな感じで、こんな感じで。100g ぐらいの、8等分とかですかね。これをやっていきます。これ10等分にしました。こんな感じ。これがねお肉感たっぷりの酢豚になりますので、これはねぜひねやっていただきたいなというふうに思います。
全ては中華料理なんですけども、中華料理っていうのは仕込みが全てなんですね。これからね、仕込みを完全にしていくんですけども、ピーマンの種が邪魔だと思って食います。食品ロス撲滅なので、お肉の下ごしらえからまずやっていきましょうかね。ここね、ポイントになってきます。ここに、まあ、ボウルに入れます。卵入れちゃいます。はい、酢豚にね、下味に卵を使う。酢豚の甘酢あんが衣に乗るのと、あと豚肉が柔らかくなるからです。はい、お塩小さじ1/4、ちょっとしっかりめに味をつけます。あと胡椒です。ちょっと強めに。でここでですね、片栗粉ですね。片栗粉ね、ちょっとびっくりしないでほしいんですけど、大さじ5入れます。これがね、非常にいい衣になるんですね。肉の下味こんな感じになりました。そしたらですね、合わせダレを作っていきます。砂糖大さじ1、シャンタンですね。シャンタン、これソンシャンタンの代用品なんですかってよく聞かれるんですけど、ウェイパーでもいいです。で、ウェイパーもなければ鶏ガラスープでもいいんですけど、倍量を使ってください。ただね、僕自身正直ね、鶏ガラスープを使ったことない。あ、ずっと練りスープなので保証できません。皆さんで調節してください。調節したくない方はウェイパーかソンシャンタン買ってください。お醤油小さじ1半、お酢が、あ、もうお酢なんかいつもいっぱい出る。これそして小さじ2、ケチャップがめっちゃ入りますね。ケチャップね、大さじ5入りますね、これね。もうね、僕ね、昔作ったレシピなので忘れちゃうんですよ、これね。これね、多分ね、まあ僕もちょっと覚えてるんですけど、ケチャップのフルーティーさを生かす酢豚なんですね。今な、大さじ何杯入れたっけ、今2入れた。これで 2? これで2か。おー、びっくりした。これね、たまにね、危うく忘れちゃうんだね。こういう時動画だと見返せるからね、最悪ね。3、4、5。まあ僕なんでこんなに入れるかっていうと、まあ、中華飯店とかもそうなんですけども、ちょっとねフルーティー感を出したいんですね、酢豚ってね。だからいちごジャムとかマーマレードとか入れるお店もあるぐらいなんですよ。まあただそういうのはね、 なかなかご家庭にないと思いますので、ケチャップのフルーティーさだけで今回は作ろうっていうところですね。はい、そしてお水ね、大さじ3、片栗粉小さじ1、これとろみ漬けになります。で、これを混ぜて合わせ調味料を、作っておきます。このフルーティーダレとんでもないうまさですので、はい、これね、分量守ってね作ってくださいね。これでやっと下準備、できました。はい、ちゅうことでですね、やっていきたいと思います。フライパンに油、大さじ3入れます。かなり多いです、酢豚なので。これぐらいかな、中火ぐらいにかけましょうね。はい、でまずね、お肉からやっていきます。お肉炒めて取り出します。中火で、油が温まったなと思ったらですね、肉はこうやって一個ずつちょっとね離しながらやっていきます。まあまあ離しながらって言っても、まあ結構くっついちゃうんだけど、後で箸で引っ張り出せばいいんで。でね、全面をねカリッとやっていきます。ちょっとね、火強めましょう。中火から強めの中火にしました。そうそう、片栗粉がねめっちゃ入ってるんでね、これねすぐねカリッとなるんですよ。フリットみたいになる。これカリッと全体を焼いていきますよ。で、あとでも火を通すんですけども、ここでしっかり火を通してあげちゃいます。これがね、あとで作る甘酢ダレをですね、非常にね吸い込んでね、うまくなるんですよ。これこんな感じ、こんな感じです。油も多めです。これ油結構吸わせます。中華はね、油が命なのでケチんないでください。で、全体的にフリットしていきます。ちょっとね、油が濃くなりすぎると思いますので、バットにこれをバット返してください。あとはね、余熱で火も通ってくるのでいい色になったやつから揚げていきます。油使っとけばうまい。で、このまま炒めていきます。また中火にかけていきます。野菜ね、入れる順序があります。硬いものから入れていくので、まず人参、余った油でやっていいですからね。あ、ピーマン入っちゃった、ね、人参がね、一番火が通りがね悪いので、これね、油通しをしているんですね。油通しをして、こう野菜にコクをつけるのと同時に火を通して柔らかくしていくんですね。2分ぐらいちょっと炒めましょうか。この薄さでもね、ちょっと歯ごたえ残るんで、でもちょっとね、人参歯ごたえが残るぐらいの方が美味しかったです。
こんな感じのいい米焦げ目がついてきたら、そしたら玉ねぎです。もう酔っ払ってんのか。まあまあ落ちたら洗えば OK。 これもこんな感じで火を起こして、玉ねぎはちょっとしなっとさせたいので、ちょっとここでも 1,2 分ちょっと炒めていきます。大ぶりのね、玉ねぎもね、これまたうまいんですよね。だからね、結構ね、この酢豚っていうのは野菜がね、たっぷりとれる。僕ね、中華が一番野菜が美味しく、食べれる料理だと思ってるので、中華はすごいですよ。中華ってどんな国にもあるんですよ。僕、昔20カ国世界一周したことがあるんですけども、その時にね、どこの国でも中華ってあるんですね。で、どこの国で食ってもうまいんですよ。だから中華ってそれぐらい完成されてるんですよ。どこの国のどこの人たちが作ってもうまいんですよ。和食とかはね、作る人の腕に左右されるんですけど、中華はね、作る人の腕にそこまで左右されない調理法が確立されてるんですね。これはね、非常に興味深いというかね。で、玉ねぎもちょっと透き通しなくて、そしたら玉ねぎです。玉ねぎじゃねえや、ピーマンです。ピーマンはね、ちょっと歯ごたえが残っても美味しいので、この作り方見てると本当ちゃんとやってますね、今日ね。ピーマンはね、ちょっとね、しなった方が苦味がね、消えますんでね。僕苦味大嫌いなんで、苦味を消していきます。ピーマン嫌いなんです。ピーマンも人参も嫌いです。玉ねぎはそうでもない。なので、炒めて野菜の味を殺していきます。こいつらはね、味はいらない、食感だけ欲しい。ピーマンがちょっとテカって、ちょっとしなっと、してきた、水気出てきたなと思ったらですよ、このタイミングでニンニクなんですよ。はい、最初ニンニクを炒め続けてると焦げちゃうので、このタイミングでニンニクを炒めます。でね、香ばしい香りがね、すぐ立ってきます。フライパンの温度が高いんですよ。そうしましたら、ここでさっきの合わせだれ、よーく混ぜてください。片栗粉入ってるんで。そしたら、すかさずお肉、まあ、そうですね。はい、でこれで、少しね、煮詰めていきます。ほらほら、どう、一瞬で酢豚になったでしょ、これ。ケチャップだれね、結構酸味があるので、ちょっとね、酸味を飛ばして甘さを残していきます。ただね、そんなに煮込まないで大丈夫。いやいや、この、このスメルがね、このフルーリーのスメルが、うん、たまんないよね、これね。この色のコントラスト、これが酢豚の醍醐味ですよ。この赤と、今なんかと、この玉ねぎの白い部分と、この甘酢と肉の赤、うん、これがさ、重なってさ、すっごい美味しそうに見えるでしょ、フライパンにある状態でも。それでは完成しましたので、盛り付けていきます。タレ入れてから本当に数分でね、1、2分でもう全然できちゃいます。ね、色合いがいいよね。酢豚の醍醐味って僕ね、色だと思うんですよね。美味しそうですね、非常に。今回ね、酢豚は3、4人前で設定してますんで、ちょっとね、盛るのは加減します。ということで、こちらですね、至高の酢豚のでございます。それではですね、できましたので早速食べていきたいと思います。いただきます。ちょっと至高のハイボールがなくなりました。ハイボールを作っていきたいと思います。シーバス、シーバスないじゃん。ジャックダニエル召喚。ジャックダニエルあんなあったのに、もうこれはハイボール合いますよ。甘くて脂っこいもんはハイボール合うんですよね。じゃあいただきたいと思います。いただきます。よし、いただきます。おお。自分に100億兆あげたい。ほんとうまい。肉はね、厚切りなんですけども、柔らかい。肉だけだとね、甘酢唐揚げみたいな感じなんですけども、そこは酢豚なんですよね。野菜と一緒に頬張るんですよ。うん、くわ、
うまっ。ごめんなさい、もう何度も言うけども、俺の酢豚一番うまい。何がいいって野菜がうまいんですよね、これね。豚もちろんうまいですよ。これね、油通しした野菜がね、すごく歯切れが良くて美味しい。しかもね、このね、結構濃いめのタレにつけてあるんですけども、これ野菜がね、濃いめのタレにちょっと緩和させてくれるんですよね。うん、たまらん。でもね、もう最近思いました。至高シリーズって僕がマジでうまいと思ってマジで好きなものしか入れてないんですよ。それでしょっぱな飲むじゃないですか。だから後半ベロベロなんですよね。だいたいみんなもう、あ、これなんか至高シリーズ最初にやったんだなって思って見ていただければわかると思います。だってうまいんだもん。最高に美味しい、これ。もう一口しっかりしてください、本当に。このとろみのついたね、フルーティーなケチャップ甘酢だれがですね、豚と野菜にめっちゃ絡むんですよね。だからどこ食べても味がものすごい乗ってるんですよ。これはね、ご飯もいけるぞ。僕なんか酒を飲みながらね、このまま飲んじゃいますけど、うますぎる。ちょっと果たして世に出してよかったのかっていうぐらい、ずっとこれを食べる動画を撮りたい。次の動画行きたくないんですけども、ちょっと次の動画行くか。ほんと好き、ほんまうまいわ。下ごしらえの時間は結構ありますけども、ゆっくりやればね、難しいもんじゃないと思うんですね。この作り方を覚えたらですね、もう今までの酢豚には戻れないんじゃないかなっていうぐらい本当に美味しいです。なので皆さん是非試してみてください。ということでね、今日のこの動画、おいかがでしたでしょうか。僕はいつも思っております、これが人々の心にどう映っているのかを。まあでもね、やっぱりもう人間もこういうことだと思うんですよね。自分楽しめることをみんなでやってたらいいかなというふうに思いますよね。うん、僕も好き勝手自分のやりたいことをやります。その結果皆さんが美味しいもの食べれたら僕はいいと思ってます。ということで、いい感じにこれからもやっていきます。どうぞ応援よろしくお願いします。